にかかるる道路橋である県道藤沢沢厚木線を通している。名前の由来は、座間し座間と厚木市一をかけることから。ここは、第二次世界大戦後も都線が運行されていたが、この区間の交流が大きいため、佳境に至ったものである。1959年に開通した当時は、木製の橋であったが、大水の旅に流されてしまったため、 1964年3月9日には、構成の橋となった。上山ダム完成後は、毎年のように流出ということはなくなったものの、1982年8月1日に、上陸した台風15により流出している。また、橋の幅も細く、両端に信号機が設置されて、交互通行となっており、交通渋滞を引き起こしていた。このため、高級的な橋に、 全面的に切り替えることになり、1988年に着工、1992年4月に開通した。これにより、橋自体は大型車も通行可能となったが、橋への道路が一部境外だったため、2003年に県道相模原茅ヶ崎線を結び、相模線をまたぐ、古線橋が開通するまでは大型車通行不可となっていた。 2009年に公開された品川博監督作品の映画ドロップの冒頭のシーンはザカイ橋の下で撮影された形式は連続後半桁橋である橋長499.6メートル新昭和橋、昭和郷ザカイ郷ザカイ橋から新相模大橋上里水管橋、県大相模川橋からありがとうございます